J2 ということでございますが、私どもクラブですね、一生懸命もう一度一から、やっていきたいというふうに思っておりますし、反省すべき点は大いに反省し、皆さんからご意見を伺うところはしっかりと伺いましてですね、やってまいりたいと思いますので、どうか京都サンガ FC に変わらないご声援をお願いしたいと思います。そして最後になりますけれども、今季ですね、大変厳しい状況の中で、サポーターの皆さんに対する対応でですね、非常に誠意のない対応がクラブとして、ございました。本当にこの場を借りましてですね、大変反省をしておりまして、今後このようなことがないようにしっかりと皆さんの方を向いてですね、クラブの方もやっていきたいというふうに考えております。ご気分を害された方は本当にたくさんいらっしゃると思いますが、この場を借りましてお詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。以上で、簡単でございますが、今サンガが考えていること、これからどうしていこうかということを発表させていただきました。ご清聴ありがとうございます。